スワローズのゲームでは江尻あるいは牛田といったところのピッチャーがマウンドにも上がりました。首脳陣、中畑監督、そして高木コーチあるいは戸守コーチ、すくい上げた打球はライトに上がる、ライトがバックする、バックする、その上を越えていった、田中健介第3号のホームラン。5月の8日マリーンズの木村から打って以来のホームランです。うまくすくい上げました。開幕2戦目に岡本敦史からホームラン、その後ゴンザレスからサヨナラヒットというようなゲームもありましたが、あの時も低めのボールをうまくすくい上げた、そんなホームランが見られた。気持ちのいいぐらい吸い上げた、そんなホームランになりました。田中健介、今シーズンはそれこそ毎年のように